皆さん、こんにちは、リットです。今回ですね、毎週やらせていただいております、こちらの作品、進撃の巨人ザ・ファイナルシーズン、パート2、こちらの感想を追っていきたいと思います。今回ですね、昨日深夜に放送されました、第78話、もう、パート2始まってから3話ですね、こちらの、正直知る感想ということで、いつもより忖度なく、最初のネタバラなしで、今回はありで、感想を話していきたいなと思います。最初はね、ネタバラなしで感想を話していきますんで、まあ、この作品、最新話見えてない方も、安心して聞いていただける幸いです、ということで、ちょっとまず今回感想入る前に、前回のとんでもない大間違いをしてましたね。その訂正をさせて、謝罪をさせていただけたらという話なんですけども、まあ、前回私、進撃の巨人、映画で完結するんじゃないかっていう話をしてて、映画で完結するんじゃないかっていう意見は変わんないんですけれども、その際に、キングダムの第4シリーズが、今年の4月4日から始まりますと、で、同じ進撃の巨人と時間が同じ放送枠で始まるので、進撃の巨人はあとやっても10話ですよ、みたいな話をしてたんですね。これもとんでもない間違いでして、私は何を思ったのか、先入観とは恐ろしいもんだなと感じなんですが、1年間違えてました。はい。第3シリーズでした。しかも、第4シリーズかと思ったら、第3シリーズが2021年4月4日からスタートしてましたよっていう、ただそれだけのホームページを見て、私は第4期、第4期もね、春からって決まってますんで、まあ、おそらく、パート1の際もね、進撃の巨人キングダムって流れでしたから、このパート2の後、キングダムの4期がね、まあ、同じような時間で始まるんじゃねえかって予想は立てられるんですけど、これ、まあ、あくまで予想で春決定しかしてなかったんです。本当にすいませんでした。確定してるみたいなこと言って。まあでも、まあ、とはいえ、まあ、あとのアニメの話数とかで言ったら、まあ、あと10話とか9話なんじゃないかなっていう、まあ、予想はしてますし、やっぱ映画で完結、まあ、今回はね、割と、まあ、1.5 話ぐらい進みましたけれども、話としては原作ね、前から完結説の、こう、まあ、少なくともパート2で完結っていうのはないんじゃないかなっていうのが、まあ、思ってます。はい。まあ、映画館で見るのも楽しみだし、もしパート3でね、毎週追うっていう展開やっても、それはまたね、それで楽しみになりますんで、すごいんですよ、ほんと。進撃も今回もやばかったですけどね。ということで、ひとまず楽しみに、今後とも見ていきたいし、パート3でもね、映画でも楽しみにしたいなと思っております。ということで、早速というか、前置きなくなりましたが、ネタバレなしの感想、結論から早速入っていきたいと、思います。で、今回、進撃78話どうだったかっていうと、とんでもなかったっすね。もうこの作品の真髄を見たというか、まあ、特にもう A パート、もう一瞬たりとも気が抜けない。一瞬も画面から目が離せない。すごかった。もうこれぞ進撃だと思ったし、とんでもなかったですね。まあ、絶望的な部分もあり、本当にもう極限の戦い、素晴らしかったなと思いました。本当にこれ以上ない。やっぱ作家のクオリティも上がってるっていうのもあるし、やっぱ何より今回その緊迫感とか、なんか演出ね、マッパ弱いっていう人も結構いるんですけど、まあ、僕はそんなことは思ってないし、今回の、まあ、見せ方っていうのはやっぱ漫画をうまくアニメに落とし込んでたなっていうのを思いました。その上やっぱ僕自身原作で、まあ、原作で完結も読んでるよっていう人間なんですけども、やっぱその身として思うのは、原作のなんかの1ヶ月、1話の構成ってやっぱ完璧だったな、ちょっと思っちゃった。この原作の1話、毎回アニメで1話でやったらダラッとするからもうどうしようもないんですよ。これはどうしようもないんだけれども、ね、まあ、今回、まあ、ネタバレで話しますけど、とんでもない引きで終わってたらまたすげえ盛り上がったなとか思ったり、まあでもアニメでうまく落とし込んでるなって思ったりっていう感じで、まあ、やっぱ原作のね、1話ごとの構成で毎回、なんか当時をすごい思い出したんですけど、うわ、このシーン見終わったで1ヶ月待ったな、みたいな。まあ、この先月刊連載でしたから、まあ、そんな時思いも持ちましたが、アニメにもうまく落とし込んだ、ちょっと遊び心もあるようなシーンもありつつ、まあ、ほんととんでもなかったですね。もう見てられなかった人もいらっしゃるんじゃないかなと思いますし、まあ、僕自身今回 NHK さんほんとよくやってくれたって感じだったんですけど、まあ、正直今回結構、まあ、グロいっていうか、ちょっとエグいシーンがあるんですよね。ですから、我々っていうか、原作読んでた人はもしかしたら放送でなんか規制が起きるんじゃないかみたいな話だね。まあなんかあるじゃないですか、某アニメでなんかね、血の色がなんかおかしくなったりとか、なんかそこだけね、モザイクかかったりとかね、まあ、外国だったらモザイクかかってるとこもあるかもしれないですけど、なんかしっかり放送してくれて、それすごい嬉しかったし、そのやっぱ、進撃のその恐ろしさとか残虐性とか、その辛さっていうのはやっぱ、それをしっかり映し出すからこそ見えてくるものがあると思うんですよね。その中でやっぱこのアニメっていうのは原作のない辛い部分、原作では描き入れてないようなほんと戦争、戦いの中での、その厳しい様子をうまくアニメにも出してくる、素晴らしいなと思いましたね。まあ、特に今回 A パートだな。まあ、B パートもまたね、面白かったんですけど、A パートがやっぱすごかったっすね。A パートがすごかったし、まあ、今回兄と弟ってね、タイトル、サブタイだったんですけど、本当これ以上ないタイトルだ。まあ、原作のタイトルですけどね。これは本当なんかその構図も、
うまかったし、続きが気になる面でも良かったし、素晴らしかったなと思いましたね。もうなんか、泣いてたというか、もうなんか、画面見ながらなんか感情ぶっ壊れてました。わあみたいな。おー、すごかったね。いやなんか展開しててもこんな楽しめるんやって感じはしたんですけど、うん、まあ多分初めてね、アニメで展開何も知らなかったって人はもう多分頭おかしくなるのでね、あの、この先に休憩ないじゃないですか、リアタイしてる人とかマジ頭おかしくなるんで、多分。あの、CM とか普通入る場面って入んないもんだから、スーッとね、一枚あのね、カットが入って、うん。で、すぐ行くもんですからね、リアタイしてる人とかほんとマジで、てか、リアタイしてても多分配信とか見ててもね、その休憩がないもんだから逆に頭おかしくなるんじゃないかと思いながら、とんでもね、衝撃感やったんじゃないでしょうか。はい。うん。まあ、ネタバレありとしては、ネタバレなしの部分で若干ネタバレのこと言うと、あの、今回の A パートの終わりで原作が終わるんですよ。あっから私たち1ヶ月待ったので、それを考えるとまた原作がまたすごかったなとか思ったりもしましたよ、というのがネタバレなしの感想で。いや、すごかったっすね。作画も、まあ、作画というか今回やっぱその話の内容がもうすごすぎる。うん、本当にもう、もうとんでもなく辛いところもあるし、本当にもう極限の中でうまく描いてんなと思ってね、面白かったし、今後ともますます楽しみになりましたと。今、ネタバレなしの感想になりました。これはね、ネタバレなしの感想はこれぐらいにしましょう。これネタバレありの感想ということで、話していきたいと思います。これネタバレありで、ね、話していきますので、ぜひね、最新話見ていただいてから他見ていただけると嬉しいです。今回は海外の評価もすごい上がってる気がしますけどね、海外評価もすごい高そうなイメージがありますけど、うん、まあ、バトルシーンもありましたしね、その進撃の神髄みたいなのが出てたような気がしましたということで、これネタバレの感想を話していきたいと思います。ネタバレね、ここからご注意くださいということで、でもネタバレで話したいことまずこれなんですよね。原作、あのエレンの首吹っ飛ばされるところで終わったんですよね。やばかったわ、あの1ヶ月間。もうなんか死にそうになるから過ごしてたというか、どうなんねんみたいな。すごいっすよね。ファルコたち、ファルコはね、コルトが、兄ちゃんがね、あの、ジークさんに、ファルコ、脊髄飲んじまってるから、せめてね、範囲外に出るまで待ってくれって言って、もう、ジークもそれも、切羽詰まってますから、叫ぶと。で、ファルコは巨人になってしまう中で、コルトは最後まで、ちょっと辛いな、あれ。もう、ちょっと辛すぎるよ、あれは。コルトがね、もう最後まですげえいい兄ちゃんなわけですよ。あの、ファルコの不安なところをね、抱きかかえて、もう自分は、ちょっと無理だよ。タイトルもすげえわ、今回の回は。うん、でも、本題に入、本題っていうかね、さっきのエレンの首の話も入れないんですけど、あの、ファルコが巨人になってしまって、絶望感の上で、あの、コルトの兄ちゃんよ、すごすぎよな、かっこいいわ、あの、兄ちゃん最高。そう、まずあの、上で兄と弟っていう今回のタイトルが生きてきた、あの、コルトの優しさしてコルト亡くなってしまいましたけど、なんかもうえぐいなと思って、見てましたし、で、まあ、兄と弟はまだまだあり、うん、コルトとファルコ、そしてジークとエレン、あそこもね、まあ、まさかガビもあのファルコが衝撃の巨人になってから、ね、ジークとエレンが接触しようってところで、よくもまあエレンの首をエレンを打ち抜けたというかね、あれびっくりしましたよ、原作読んでる時に。これ一応ファルコがガリアードさん食べた後か、時系列的には僕もすごいもう興奮しちゃってるものがあれだけれども、あ、そうですね、あ、そうかそうか、あ、そうかってことは、まあ、ガビ的には一応ファルコは助かったというか、まあ、あのね、あのガリアードさん食べたことにでもアイトになりますからね、ムクの巨人みたいなグジー君の巨人ではなくなるわけですよね。うん、まあ、ガビとしてはまだ精神的に落ち着いてはいるのかもしれないけれども、すげえっすね。おー、あのとんでもない冷静な判断に加えて、命中率、それ大活躍してるわっていう感じで、まあ、当時は、なんでこの髪ふざけんなよって多分、原作ファンは、なんであるんだ髪お前が吹っ飛ばしとるんやってもね、ガビはもうひたすら嫌われてましたから、なんか当時僕もすごい怒ってた記憶があるんですけど、なんかアニメ見るとなんかすごかったです、ただガビが。よくこの状況の中で撃ったな、お前みたいな。まあ、ガビにとっては間違いなくあれが正しいですから、すげえなってなんか、素直に思いましたね、あれは。で、あの、首が飛んでって、原作ファンはあそこから1ヶ月もあったんですけど、まあ、アニメで見てもすごかったですね。
首が飛んでってまさかのジークの手の上にエレンの顔頭が、ね、乗っかるともうなんだあれみたいな そっからいろんな階層がバーって流れてきて、うん、でね、あのなんか存在しないサウナらしいとかなんかスクールカーストのとこも流れたっていうね、あの、まあ、原作ファンの方でより盛り上がったような気もしますけど、アニメってサウナのとことか面白かったと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと遊び心もね、まあサウナのとこはなかったかな、スクールカーストのとこは原作であってサウナとかなかったかな、まあだけどマンパさんがちょっと遊び心加えてくれたのかなって感じですけど、まあ、ちょっとでもそうやって加えてくれんとね、もう見てらんねえさ、辛すぎちゃって、もうすごかったっすね、あのあそこの A パートナーの一連の流れ、あのエレンが首に乗っかる前になんでちょっとみんながちょっと静止画になりながら動いていくとことか、すごかったね、うまかった、あの原作を本当うまくアニメ落とし込んでるなと思いましたね、いや鳥肌でしょで、あそこのまあジークとエレン、うん、であのねキャッチボールをしてて、ね、エレンが拾わない、あそこで意志がね通ってない、うん、エレンが裏切る予兆が出てくる、うん、うまいなぁ、キャッチボールだけであんな表現してくるのかっていうのもあったし、でもあの場でジークとエレンが、まあアニメで言うと63話ぐらいですよ、63話で、ファルコとね、あのエレンがなんか喋ってる時に、エレンがね、グローブを持ってる時あると思うんですよ、パート1の、4話目かな ?63 話、手から手っていう話で、まあその前の、そのなんかファルコと会う前が多分ね、ジークと会ってたんと思うんですけど、うん、そこに繋がっていくんじゃないかなっていうところの、まあ、流れもあり、まあだから伏線回収した回収ね、あのグローブどっから来たの、あのボールどっから来たのっていう話にもなりますし、うん、あそこの、まあ、ジークと、あそこで接触したらもうなんかできそうな気がするんだけど、多分あそこでお互いね、まあ多分そのまだお互い信用しきれてないとか、多分準備もいろいろあってやんなかったというのが話もありましたけれども、あのキャッチボールだけでね、その全てを表していく、その、それで、だから逆にエレンがそのもし取っていればジークも疑ってなかったことが、そういうなんかすごいなんかその、攻防みたいなのもあって、おもれっすよね。すげえなーと思って、うん、で、まあ、まあちょっと話戻りますけど、A パートまだまだあったんですよね、あのファルコに食われるガリアードさん、まあ、前回ライブ放送をね、僕あの土曜日かなやってたんですけど、ガリアードさんこの後活躍する機会ありますかって質問が来ちゃって、ちょっと僕どうしよう、どうやって答えようと思ってね、すごい濁したんですけどこうなっちまうんですよこれは名誉ある人といえば名誉ある人ですね。まあそれはファルコを救ったわけですから、もうガリアードさんそもそも瀕死状態だったわけで、もう自分の回復でも間に合わない、もうそれ手一杯で、もうファルコに食われてね、それがまあ一番多分あの場でガリアードさんができる一番良かったね、選択肢なんじゃないかなとは思いますけど、ガリアードさん活躍してほしい人と思ってた人にとっては辛すぎるね、あれは。うん、で、今回まあ、多分アニメ勢では、皆さん分かったかどうかってあれなんですけど、まあ、ジークじゃないわ、ライナーがね、ファルコにちょっと触れて、な回想シーンが流れててね、ガリアードさんが、やっぱライナーより俺の方が上だなと、ね、マルセルとガリアードの話、ガルセルと、ポルコか。ポルコと、ポルコね、うん、ポルコとマルセルの兄弟、あそこも兄と弟が出てくるっていうのはね、今回まあ兄と弟って3つ出てくるんですよね、うん、でまあ元々ライナーとマルセルと、兄とベルトルとかで4人で遠征行く、で本来はライナーが選ばれるはずじゃなくてポルコが選ばれるはずだったんですよね、うん、なんだけれども兄のマルセルがやっぱ弟をねそんな危険な目に遭わせたくないから、あえてもいろいろ印象操作をしてライナーを選んだんだよっていうのをライナーの回想からポルコがそこで初めて知るんですよ、その事実を。でやっぱ俺はお前ら優れたなって、同時にマルセルお兄ちゃんはそうやって俺を気遣って結果そうやって食われて死んでしまったなって分かっていく、うん、あそこのなんかこれまでの回収というか、なんかそのポルコが理解してからのファルコンのもうね、ライナーも食われる気でいましたから、完全に皇室が解けばね俺も任務が解かれるのかっていう感じも話してましたし、うん、そこでポルコが出ていって食われる、なんか一連の流れもすごいっすね、うん、やっぱタイトルもすごかったし、やっぱめちゃくちゃ合ってましたし、とんでもねえね、ファルコが巨人になっちまって、マジかーと、ジーク叫ぶなよーってね、もうピクススレーとかもね、酒飲みながら巨人化して、もうとんでもねえ、なんだこれはと、もうこんなみんな巨人になっちまうの見てらんねえよと、なんかねファルコをねもうすぐアギトにしていく、ガリアさんを食わせていくっていう、なんかここのなんか塩梅ですよね。もう全部ほぼ絶望なんだけど、ほぼ絶望展開の中に、なんか一寸の光みたいなね、なんかこの描き方。たまんねえっすね。ほんとにもう、
すごかったわ。本当にすごかった A パートで、 B パートはまあそのね、ジークがエレンと接触ついに果たす、でユミリとかが出てくる、うん、でエレンの真意がついに見えてくるっていうのがね、あの B パートで、うん、まあジークはなんか鎖に繋がれたふりをして、なんかいつの間にか付箋のちぎりを無効化したみたいなことを言ってましたけれどもね、果たしてどうなっていくのか、うん、まあ B パートはまあ今後に繋がるような話でもあったし、まあエレンの真意がついに分かってくるような回でもあったのかなというところで、まあ、あの結局ねエレンは地ならしをしたいと、まあ、安楽死計画にやるわけねえよということで、まあ、安楽死計画に賛同するのも、ね、まあ、いないんじゃないかと思いますけど、確かに、うん、でまあそこの意見がやっぱすれ違っていたよっていうのが、まあ、分かるっていうのが B パート、うん、でやっぱまあお互いまあ信用しきってなかったんでしょうけど、まあ、ジークもやっぱなんだかんだやっぱジークもやっぱすごいなんかね、あの弟というかなんかエレンはやっぱすごい家族だと思ってんなっていうのを感じるような描写が結構あるなっていうのは思ったし、今回でも多分ジークはもう主導権を握ってるみたいな話をしてますから、そもそもエレンの意向なんて聞く必要もないんじゃないかなって感じなんですけど、やっぱそこはそのエレンとなんか同じ気持ちを一つにしてやりたいとか、なんかそういう思いがあるようなね感じがすごいしました。うん、で最後ね、あの頭をゴツンと電気が走って終わりましたが、さあどうなるのかというところで、いや盛り上がりましたね。いやでも今回の回でもやばかったっすね。やばかった。進撃のなんかあの凄さがもうなんか 120% 出てたというか、人間を描くって面ではもちろん巨人の戦いもあったし、なんかお互い窮地の中でやっぱその絶望となんかちょっとした希望とか、なんかちょっとしたバグった遊び心みたいなのもあったし、いやでもやっぱコルトさんもね辛かった、そこがやっぱりすげえ刺さったね。まあポルコに関してもすごい良かったんですけど、ポルコとコルト似てんな発音が。まあ兄と弟、ね、兄と弟が亡くなっていくと、うまいな、これ。うまいですね、伊佐山先生。本当に。天才ですね、本当に。うん、で、その上で、まあ、ネタバレなしでも言いましたけど、これを全部しっかり映像に落とし込んでくれた、てか、放送してくれた NHK さん、そして、もう素晴らしい演出、作画で、やってくれたマッパさん、もう感謝しかないです。本当に、このシーン、マッチしっかり描いてくれて、本当に嬉しいですわ、でも、原作版としては。すごかった。すごかったです。とんでもねえ回やったなと思いました。いやーもう皆さんもこれは楽しめたでしょう。まあ多分ね、話の内容よくわかんなかったとかね、理解しきれなく楽しめなかったって人も多分僕でもある程度解説も含めつつ話せたと思いますんで、内容も理解いただけたんじゃないかなと。まあもしね、なんかそれでもわかんないってことがあればね、まあ、質問って言ったらおかしい。僕も全部知ってるわけじゃないんで、まあ、また調べていただくなり、まあ、見返していただくなり。ほんとこの作品って、もう1話から見返していけば見返すほどなんか伏線が、もう潜んでたりとか、うん、こんなとこ、あ、ここがこう繋がるのかと気づく場面もあって、ほんと、原作を知ってても全然楽しめるんです。だから、先が気になっててどうしようもないが、原作が読みたい人は全然読んで大丈夫だよ。読んでても全然楽しめるのが、この、アニメだと思ってますんで、うん、新業って何回見ても面白いし、何回見るほど逆に面白いってとこもありますんで、まあそういう面でもね、気になった方は原作手に取ってほしいし、いアニメで見るぞっていうから、アニメをね、楽しみに、まあ映画で完結するんじゃねえかなと思ってますけど、まあ待つの、パート2終わってからまた待つのすごい辛いような気がしますが、うん、そこをね、待って、まあアニメで初めて見るって、またね、その衝撃が襲ってきて、それはそれで、うん、すごい楽しめるんじゃないかなというのを思いました。はい。ということで今回の、進撃の巨人ザ・ファイナルシーズンパート2、78話、パート2相手が第3話の、正直知る感想は以上となります。ご視聴ありがとうございました。来週もですね、引き続きこちらの感想を話させていただこうと思ってます。それ以外もね、今度いろんなアニメの感想、またランキング、また漫画の名前紹介もやってますので、ぜひこの機にチャンネル登録あって高評価の押していただけると大変嬉しいです。今回の動画は締めたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。いや、本当に進撃。今回、まず最高でした。マッポさん、NHK さん、制作陣の皆さん、伊勢山先生、皆さん本当にありがとうございました。